こんにちはフィフィですえ韓国のムンジェイン大統領がえ韓国経済が崩壊したなんて本当でしょうかえそもそも自分は悪くないと自身のフェイスブックで無気になって反論したそうですえ今年の5月9日に韓国のムン政権が終わります今韓国ではひどい5年間だったとムン政権へのバッシング記事も多いそうです まあそりゃそうですよね韓国経済をどん底に追いやったんですからただこうした韓国メディアによるバッシングにムン・ジェイン大統領はどうしても納得がいっていないようですえこれ驚きましたムン大統領が韓国メディアがムン大統領のせいで経済が悪くなったと報じることに自身のフェイスブックで無気になって反論したというんです なんとフェイスブックに経済が失敗したと言うなという趣旨の書き込みをしたというんですねえ。つまり俺が韓国経済を悪くしたんじゃないとでも言いたいのでしょうかこれ何も政府関係者を通して書かれたものではないんですよね。ムンジェイン大統領自身が書き込んで自分でフェイスブックに投稿したんです。では実際どのような内容だったのか 投稿は4月1日でこのような内容でした。韓国の経済が崩壊したというのは本当でしょうか。 3月の貿易額も悪くない。韓国でオミクロン株が蔓延し、経済状況が困難な中でも、韓国の輸出額は順調です。私たちの経済の驚くべき底力です。危機にも揺れない強い韓国経済に生まれ変わった結果なのです。私たちの経済が崩壊したなどといえば、韓国企業が混乱するでしょう。 韓国の輸出に携わっている企業と、そして労働者に深い感謝と励ましを伝えます。韓国政府は、韓国が貿易に強い国、経済に強い国として、引き続き前進していくことができるよう、最善を尽くして積極的に支えます。と、まあ、こんな感じのことをムンジェイン大統領が自身の Facebook に書き込んだそうです。 これ何も4月1日に投稿されたからってエイプリルフールのネタでも何でもないんですね。ムン・ジェイン大統領は本当にど真面目に経済が崩壊した後は何事だと怒ってこれを投稿したんですまず韓国の輸出額が良いとムン・ジェイン大統領はおっしゃっていますが実際は輸出額が良いからといって素晴らしいとは一概に評価できないんですよね。 例えば日本は貿易収支が赤字でも海外との経常収支は投資利益があって黒字になる国なんですね。 また内需も潤っています。まあ、ですから、貿易収支が先進国と比較して良いかどうかなんて、まあ、そこまで大きな問題ではないんですね。えところが、韓国の場合は、貿易収支が十分な黒字でなければ、形状収支が赤字になってしまいます。で、この形状収支が赤字のままだと、一般的にどの国でも信用はすぐに落ちてしまうんですよね。 韓国の場合は、経常収支が赤字な上に、韓国は資産も少なくて、ウォンも弱いですよね。まあ、つまり、韓国は輸出額だけをいつも取り上げては、輸出額が過去最高値になったと報じていますが、それでも依然として韓国経済は悪いままなので、そこだけに注目してもしょうがないんですよね。 まあ、その国それぞれの経済の健全さの指標は違いますからねえ貿易収支だけを先進国と比較して韓国の経済は素晴らしいなんて誇っている時点でもうこの人大丈夫経済音痴ですよねってことになるわけですムン・ジェイン大統領はこうしたまともな分析もできずに、まあ、現実を見ずに韓国は負けてないと主張しているわけです まあそれはこんなことを発言するような人物が5年間も大統領をしていたんですから韓国経済が急激に悪化するのも当然でしょう。 まあこうして韓国の貿易額が最高値を記録したという記事は日本でも最近よく見ますが、まあ、それだけを見て韓国はすごいと思ってしまう人もいるでしょう、まあ、そういえばこの5年余りムン・ジェイン大統領は韓国の最低賃金を何度も強引に引き上げたんですよねえ景気が良くなったタイミングで最低賃金を引き上げるなら問題はないんですね ただ、ムンジェイン大統領は、景気の動向を完全に無視して、最低賃金をぐんぐん引き上げたからやばいんです。そんなことをすれば、韓国企業の経営を圧迫するだけですえ。実際、人件費が負担になって、韓国では雇い止めやリストラが急増しました。そして失業率がどんどん上がってしまったんですよね。 これもムンンジェイ大統領による間違った経済政策のせいなんです。それにしてもムン・ジェイン大統領はなぜ今頃になって韓国経済は悪くなっていないよねなんて誰が聞いてもおかしいと思うようなことを言い出したのでしょうかそれは大統領退任後の自身の身体が気になってしょうがないからなんです。 韓国では大統領が退任後逮捕されるケースが恒例になっていますよねムン・ジェイン大統領も例外ではありませんここまで韓国経済を悪化させた張本人として責任を問われる可能性があるんですしかもムン・ジェイン大統領は自ら推し進めた軽貿易も大失敗に終わっています韓国のコロナの感染状況は今世界で最も悪いんですよね コロナでで亡くなってていいるる人も増えているんですこれもムン・ジェイン大統領が自我自賛していたあのデタラメなコロナ対策のせいなんですよね。そのせいで飲食店も多く廃業していきました。経営難に苦しんで自ら命を絶つ自営業者も多いんですよね。 韓国の経済悪化もコロナの深刻な感染状況もこれすべてムンジェイン大統領のせいなんですムンジェイン大統領はとにかくその責任から逃れたいこのままでは刑務所にぶち込まれてしまいます、まあ、ぶち込まれるにしてもその刑期を短くしたいというのがムンジェイン大統領の思いでしょうただ 今度の大統領になるユン・ソギョルという人物はこの人、ムン・ジェイン大統領には個人的な恨みがありますから、ムン・ジェイン大統領の不正や経済悪化の責任、軽貿易失敗の責任を徹底的に追及する構えを見せています。ユン・ソギョル次期大統領は前の検事総長で、検事総長時代、ムン政権の不正の捜査に積極的に動いたりもしていたんですね。 しかもまだムン・ジェイン大統領の支持率が高い時期に、まあ、そのためにユン・ソギョル氏は随分とムン政権から圧力をかけられたんです。 で、それがどうしても許せない。また、正義感からもとにかくムン・ジェイン大統領の不正を暴いてやろうと。自ら大統領になる。そして、検察が捜査をしやすい環境にして、ムン・ジェイン大統領の責任を徹底的に追及すると。まあ、このような思いで大統領選に出馬したんですね。で、実際もう、 文在寅大統領の周辺に対する捜査も動き出しているんですすでに捜査に入っているのが大統領夫人が持っている多くのブランド品の衣装やジュエリーの購入に公費が使われたと市民団体が告発して警察が捜査に乗り出しているというんですね。 韓国の総合ニュースによると市民団体は業務上横領などの容疑でソウル警察庁に告発を提出でその容疑についてですが2018年7月に韓国国内で大統領夫人がインド映画を鑑賞した際胸につけていたひのブローチが2000万円を超える 高級ブランドカルティエのものだったと指摘されました。また同じ年の10月、フランスを訪れた大統領夫人は、シャネルの洋服を着ていたんですが、これら衣装代などが公費から出ていたのではないかと問題視されているそうです。まあ、つまり国のお金で大統領夫人が贅沢三昧していたということです。 ネット上では他にも高級バッグや洋服を身につけたムン・ジェイン大統領の夫人の写真が数多く貼られて随分と批判されているそうです。韓国の大統領府は大統領夫人の衣装代は全て私費で支払っているとして一連の疑惑を否定していますが3月31日の韓国の中央日報はこれを否定していてチマチョゴリを6セットと 靴15足が公費で支払われてていいたと報じています、まあ、まだ捜索中なので、婦人の件は実際のところどうなのかわかりませんが、こうして次々と捜査の手がムン・ジェイン大統領の周辺に伸びているわけです。だから、ムン・ジェイン大統領はさぞかし怯えていると思います。3月の9日、中央日報のインタビューでも、 大統領に就任したら、ムン政権への捜査をするかと問われたユン・ソギョル次期大統領は、当然捜査をするとはっきりと答えていました。この発言に当のムン・ジェイン大統領は、現政権を根拠なく批判して、捜査の対象に追い込むことに強い怒りを持つ、ユン・ソギョル氏には謝罪を要求すると、ひどく切れていたんですよね。もうとにかく逮捕されたくないと必死なんでしょう。 またユン・ソギョル次期大統領は韓国の腐敗した政治は公務員の不正によるものだと公務員に対する指導も厳しくしていく方針を表明しています2月13日韓国行政学会と韓国政策学会あとは中央日報が共同開催した討論会でユン・ソギョル次期大統領が このように言っているんですね。政府に媚びへつらって出世を狙う人に対して次の政権がそれを見つけ出して監視していく。そういったこれまでの公務員たちは取り除かなければならない。こうした政府の腐敗が国家と国民に対して大きな害を及ぼすと、こう発言をしたんですね。 まあ、つまり偉い人にへこへこして甘い蜜を吸っているような公務員がここの国をダメにすするととそういういなんですねえつい最近ムン・ジェイン大統領は大統領を退任した後は国民の記憶から忘れ去られたいとプサン近郊に建築予定の豪邸で隠居生活を送ることを公言していました。 ただこれもおかしくて実際にはこの土地は農業従事者しか買えないはずの農地なんですよねこれについてもムン大統領はこれまでも農業してきたなどと苦しい言い訳をしていました、まあ、この件も後に問題になるでしょうね大統領退任後には静かな余生を過ごしたいムン大統領ですが不正まみれやりたい放題にやってきた責任は大きいんです 静かな隠居生活とはいかないでしょう。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「フィーフィーチャンネル」の登録もお願いします